2019年から使用されているパラリンピックロゴパラリンピックシンボルは国際パラリンピック委員会のマーク、旗、シンボルのことでありパラリンピックムーブメントの象徴である。1988年ソウルパラリンピックで初めてお披露目され、当時はオリンピックカラーである青、黄、黒、緑、赤の五色の対局を表した。1994年リレハンメルパラリンピックからは 人間の最も大切な三つの構成要素である。心、肉体、魂の赤、青、緑の三色に変更した。2004年アテネパラリンピック閉会式で三代目のロゴに変更。この三本の線はスリーアギトスと呼ばれる。アギトとはラテン語で私は動くという意味である。同時に三色の曲線は選手たちの動きを象徴している。同時に パラリンピック選手が卓越した競技者の域に到達し、世界中を興奮、鼓舞させることができるようにという、国際パラリンピック委員会の新しいビジョンを象徴しており、地球を表現したロゴ全体の丸い形状は、パラリンピックムーブメントが全世界にわたっていることを表している。2019年10月20日には、IBC 創立30周年に際し、 ロゴのデザインを若干変更した4代目のロゴを発表。2022年北京大会以降のエンブレムに用いられている。パラリンピック成果はオリンピックとは異なり、開催国独自で再火され、開会式で点火される。ロンドン2012のマンデビル1996年に行われた IPC 総会で、 ティエリ・ダルニスが作曲した未来への参加で、同年のアトランタパラリンピックから大会期掲揚、降下の際に演奏されている。選手先生は、オリンピック先生同様、参加選手が誓う先生であり、1964年の第二回パラリンピックから行われている。個人資格での参加など、相当する国旗や国家が存在しない場合、または使用できない場合などはオリンピックにおける。 オリンピックシンボルと同様に国旗や国家の代わりとして使用される。例としては2018年ピョンチャンパラリンピックにおいては国家ぐるみのドーピング問題で出場できないロシア出身の中立パラリンピック選手が挙げられる。ありがとうございます。